ほろにがショーなんでもやりましょうは、1953年9月5日から1959年4月25日まで日本テレビで放送されていた同局発のバラエティ番組である。全293回。本校では1953年8月29日に同局で放送された単発番組、ほろにがショー。 および1969年10月4日から1970年9月26日まで同系列局で放送されていたリメイク版何でもやりましょうについても記述する視聴者参加型のゲーム番組として開始1957年5月に読売会館内にテレビホールが完成してからは同ホールでの公開性放送番組となったタイトルのホロニガは朝日ビールが スポンサーについていたことに由来する。番組には視聴者や企業などから宴会や行事のためにゲームの遊び方を教えてほしい、ゲームやレクリエーションのアイデアを借りたいといった問い合わせが相次いだという。その一方で、1956年11月3日の中継企画における演出が社会からの批判にさらされ、方向性の転換を余儀なくされた。その結果、 番組の持ち味だった野生味、意外性、バラエティ豊かなゲームが失われ、番組は1959年4月25日放送分を持って一旦終了した。ゲーム企画については1963年開始の底抜け脱線ゲームに受け継がれた。それから10年半後の1969年10月4日にリメイク版である何でもやりましょうがスタートした。 こちらは1年で終了したが、後に木曜スペシャルの看板企画となる元祖ドッキリカメラを排出した、オリジナル版、ほろ苦ョーな何でもやりましょうの映像はほとんど残っていないとされる。同番組のロッケの模様については、1983年8月28日に同系列局で放送された、テレビから生まれた歌、30年。 および2003年8月2日に放送されたダウンタウンのバラエティ50年誌で公開された。一般参加の視聴者たちが日用品などを用いた単位のナイトまで評される滑稽なゲームで競った。以下は一例である。司会者はゲーム開始の合図にラッパを鳴らした。勝者には賞金1000円、敗者にはバヤリースオレンジハンダースが贈られた。 1958年7月末からは後日の方向性転換のため出場者は夫婦に限定されゲームの内容は家庭的なものに変えられた。またテレビ番組の表現の可能性を拡大していったと評される意外性のある企画を常識の枠にとらわれず展開した。現職の白バイ警官の出演や富士山の山頂の風景の撮影。 ヘリコプターと地上の二元中継などがなされ、多くの視聴者を驚かせたという。当初は番組前半がジプシー残バなる超人が、あらゆる荒行に挑む、野外ビッグゲーム、後半が、ドッキリカメラという構成だった。その後、子供が、名人芸や鎮芸を披露する、ちびっ子に任せろ。プロ野球選手から引退して間もない金田昭一が、様々なことに挑む。 金安の何でもやったるで、が追加された。いずれも日本標準時、日本テレビでのデータ、特筆のない限りすべて同時ネット。日本テレビの開局1ヶ月前、朝日ビール宣伝部において、週3日1回15分程度のテレビ番組枠に広告を出す計画が取り決められた。当初朝日ビールはこの枠で、アメリカのテレビ番組のフィルムを放送することを、 予定していたが、日テレ開局一週間前に番組の購入が外貨の都合で不可能だと判明したため、急遽自前で制作した番組を放送することになった。折しも、日テレ側でもアメリカの視聴者参加型番組、エニシング・ゴーズを日本の視聴者の好みに合わせて改編したものの、制作が検討されており、タイトルは同番組の翻訳、何でもやろうと、 当時のテレビ番組で頻繁に使用されていた章の構成で中央放送広告社長のゴミマサオが考案。当初は何でもやりましょうとして開局翌日の1953年8月29日に放送される予定だったが放送当日に第1回の制作が間に合わずタイのキックボクシングのドキュメンタリーフィルムで穴を埋めることになった。この単発番組のタイトルが ホロニガショ賞である。翌週の9月5日に、改めて、ホロニガショー賞何でもやりましょうとして放送が開始された。1956年11月3日、放送文において、今度の総計戦に、和製田側の応援席で、慶応の大気を振って応援した人に5000円を、新定という録画企画が放送された。同企画の実施には、危険が予期されたため、制作スタッフは、 面識のある俳優を一般視聴者からの参加者として起用し、課題を達成して、球場を追い出されたその俳優が賞金を受け取る、という一連の映像を録が放送した。放送終了後、内容のモラル的問題や作品特に対して批判や抗議が相次ぎ、東京六大学野球連盟が日本テレビでの試合中継を拒否する事態に発展した。 社会評論家の大谷総一はたまたま自宅のテレビでこの放送を目撃し、同年11月7日の東京新聞長官や週刊東京1957年2月2日号において番組内容について厳しい論調で批判した文章を寄稿した。週刊東京の評論文の一節、1億白地下運動が流行語化したものが1億総白地下である。 制作スタッフとスポンサーは改善策として番組の路線変更を講じなければならなくなり人気低下のきっかけとなった。ありがとうございます。